通り、見ての通り、スモーストンプ限定の3機種をですね、比較していきたいなと。こういうところが共通の特徴で、こういうふうにサウンドが違うんだよ。こんな風にサウンドは違うんですけど、これだけ良質なサウンドが出せるよ。はい、こんにちは、バートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。カメさんクラスという無料クラスがありまして、そちらではですね、今10本の無料レッスン動画をプレゼントしてますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてですね、ご入会ください。さあ、今日は、見ての通り。ね、この、スモーストンプ限定の3機種をですね、比較していきたいなと思います。そして、スモーストンプというブランドですから、サウンドが結構近いように思えるんですけど、実際どのぐらい違うのか、やっていきたいと思います。そして、正式にですね、こちらのね、ゲインスモーがですね、3月の12日に発売ということでですね、アナウンスがありました。なので、購入のね、なんていうの、手がかりというか、きっかけになっていただけたらいいかなと思います。スモーストンプファンという、もうコアファンがいて、この方たちはですね、全部持ってるんでしょうけど、これから初めてスモーストンプ1個買ってみたいなと思ってる人って、どれ買ったらいいのかなと思ってるんじゃないかなと思うんですよ。で、スモーストンプのですね、限定なんで、もう販売されてないものもあるんですけど、特徴、分かっていただけると思います。これを聞いていただければ。はい。こういうところが共通の特徴で、こういう風にサウンドが違うんだよ、というところが分かっていただけると思うので、ちょっと比較していきたいなと思います。それで、いつもはですね、スモーストンプというのは、ヴィンテージアンプ、ヴィンテージギターに、焦点を置いた機材なので、ヴィンテージギターでやっておりますが、今日はですね、ヴィンテージギターではないギターで、この TMP を使ってやっていきたいと思います。はい。これも一般的ではないといえば一般的ではないんですけど、いわゆるヴィンテージ志向じゃないギターですね、を使ってやっていきたいと思います。それでこれがね、今クリーントーンですね。はい、基本的にはジャズコじゃなくてですね、今もここにフェンダーのね、ツインアンプを置いてます。ツインアンプ。これちょっと見えるかな。ね。フェンダーのツインアンプ、これを鳴らしております。こいつを鳴らしております。こいつに繋いでおります。はい。というわけで、ジャズコじゃない方がいいよってことですね。はい。これには様々な理由があるんですけど、そこまで話し始めたら焦点がブレるので、こちらの話にも行きたいと思います。それではですね、まずは、最初に限定と出てきたね、テックスリミテッド。テックスというモデルがありまして、それのリミテッドバージョンですね。はい。で、ちょっと弾きたいと思いますけど、非常にローミッドが豊かでですね、もうディープな音ですよ。ディープな音、非常にパワフル、しかも、パンチ感がありますね。はい。なんか音抜けどうのこうの言っちゃうと変な感じになるので、ちょっとそういう話はしませんが、非常にこのディープなサウンド、そして密度ともにめちゃくちゃいいですよね。ゲインを下げたとします。クリーンな感じにはなりきれないってことですね。だからクリーンブースターとして使うよりかは、ちゃんとドライブとして使った方がいいかなと。
ただもうクランチぐらいからもう極上の音がしますよと。レスポンスにですね、こうなんていうの、例えば弾く、この弾いたニュアンスも逃さず出してくれて、普通ディストーションとかオーバードライブっていうのは潰れてしまうんですね。コンプがかかってしまうので潰れるんですけど、潰れる方向に行かないってところですね。はい、いわゆる TS9 系なんですけど、 TS9 よりよりローミッドが豊か、そして広域が大体 TSK は曇ってしまうんですけど、曇って抜けてこなくなっちゃうんですけど、その曇って抜けなくなってしまうのを完全に解消してますね。はい、それではですね、次はスモストンプナンバー8ですね。僕が、シャープって言ってしまって、シャープって、呼ばれるようになってちょっと申し訳ないなと思ってるんですけど、ナンバーです。ナンバー8です。ナンバー8のリミテッドですね。黒沢楽器店さんで限定販売されたものですね。の説明なんですけども、ナンバー8リミテッドはですね、今聞いていただいたように TS9 と同じぐらいのこのディープ感なんですよ。例えばまあテックスが非常にディープなので、そこまでディープじゃなくていいよと、 TS9 ぐらいの量感でね、ハイの抜け、そのタッチのレスポンスがですね、こうやってこういうタッチの変化に対して追従してくれる、でもディープ感は TS9 ぐらいでいいよ、こういう人たちのためにはもうこれが非常にいいかもしれませんね。僕の場合はディープなローミッドが出てくるので、ギタートリオの時のとかの時はこっちがいいかなと思いますね。でアンサンブルで、まあベーシストがしっかり弾いてる時にはこちらの方がアンサンブルの中でうまく溶け込むかなと思います。はい、はい、それではゲインスモーやっていきたいと思います。今ゲインスモーはですね、歪みを結構強めにしていて、ボリュームはほとんどアンプと同じような音量になってます。いきたいと思います。TS 系の、まあね、ナンバー8、テックスリミテッドとは全然違うサウンドですね。でも、質感としてっていうか、こういう、例えば、タッチニュアンスだね、ナンバー8と違ってですね、まあサウンドはやっぱり特徴的ですよね。非常にね、この2機種に比べると中域が強い、中域が強いって感じですね。だから弾いてる感じだと非常にこちらの2機種よりかはクリーンに近い感じがします。クリーンに近いんだけどバリバリしてるような感じですね。なのでクリーンブースターとしても非常に優秀なんですよ。だけを、ね、付加させることができるって感じでしょうかね。はい、でもドライブさせるとですね、非常にもうプレキシマーシャルのような音がします。
何とも言えない太さ、この何とも言えない太さがですね、負荷できるって感じですね。ただオーバードライブぐらいでしょうかね。まあ、めちゃくちゃメインの歪みの強さという意味ではですね、こっちの2騎士の方が強いかなと思います。なんかかかってるなって感じがするって感じかな。ゲインスモアはですね、アンプとドライブをガーって上げてって、アンプがもうね耐えきれなくて、アンプ自体が歪んでしまったような音色になりますね。はい、とても自然にアンプがドライブしたような感じと言ったらいいでしょうかね。はい、というわけで、今日はスモーストンプさんの限定機種ね、3機種をですね比較してみました。まあスモーストンプファンならですね、もう全部持ってると思うんですけど、これから買いたいという人たちね、特にですねこちらのゲインスモーはですね、3月の12日に320台限定で発売されます。まあ320台一気に出るわけではなくて、ちょこちょことですね分けて、販売していくようなので、皆さんにもねぜひゲットしていただきたいなと、新しくねスモーストンプ、ユーザーになる方にねゲットしていただきたいなと思ってます。まあこんな風にサウンドは違うんですけど、これだけ良質なサウンドが出せるよっていうところでですね、今日は3機種ご紹介してみました。もう販売済みのものも、これから販売するものもですね比較してみました。これからもですねこの3機種に限らず素晴らしい機種が出てくると思うんです。でこれだけのまあレスポンスのいいエフェクターっていうことを知っていただければ、皆さんもね手に取りやすくなるかなと、情報がない人たちにもですねゲットしやすくなるかなと思ってこのビデオを撮ってみました。いかがだったでしょうか。というわけでですね、今日は、スモーストンプさんのエフェクターをちょっと比較してみましたということで、チャンネル登録、コメント、高評価、ぜひよかったらお願いします。これからもですね皆さんのお役に立てるような情報をどんどん出していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。